1失点7奪三振で6勝目ドジャース、4に1ロッキーズ、日時間2日、ロサンゼルスドジャース、山由伸投手は1日、日時間2日の4どころ地で行われた、ロッキーズ戦に先発登板し、6回7安打1、失点、1四死球7奪三振の好投で6勝目、2敗を挙げた。試合後の囲み取材では、ニューヨークでの8時間の飛行機待ちが辛くなかったか、問われ、笑いながら、貴重な経験できましたねと答えた。ドジャースは5月29日、同30日の敵地メッツ戦後、ロサンゼルス行きの便が8時間遅延。機内で待機していたことを31日、同6月1日に、デーブ・ロバーツ監督が明かしていた。山はロサンゼルスに着いたのが午前8時、家に到着したのが午前9時だったので、家でちょっとだけキャッチボールしました。球場はもう諦めました。眠すぎて死ぬかと思いましたと、ドタバタ劇の内幕を明かした。それでも、でもここ10年で初めてみたいなこと言っていたので、貴重な経験できましたねと笑顔を見せた。待ち時間の最初は携帯を見ていて過ごしていたというが、最後は諦めて寝たら飛んでたので笑いと気づいたら離陸していたとのこと。30日、同31日は試合がなくことなきを得たが、トラブルに見舞われながらもしっかりと調整。渡米後最多101球の年、投げで6勝目を手にした。フルカウント編集部。